それでは、えっと、プラクティカルテスティングオブルビーコアという話で、えっと、柴田が発表させていただきます。はい、えっと、自己紹介です。えっと、名前は柴田博史と言います。えっと、GitHub や Twitter では HSBT というアカウント名です。 でジョブタイトルは、えっと、チーフエンジニアを GMO 手法の中でやっております。えっとまあ、所属は技術基盤チームということでデベロッパープロダクビリティチームと訳されたりもするんですけれどもそこに所属して、えっと、CTO である栗林が、えっと、立案した技術計画を、まあ、着々と実行するという仕事をやっております。で会社の紹介をさせてください。えっと ジ m o p e b o b o 株式会社といいます。で、pebabo.com というドメインですね。で、今はあのハンドメイトマーケットの minne というサイト、これ、レイルズで作られていて、まあえっと、フルスタックレイルズですね。インフラもすべて Ruby で実現するようなコードを書いてサービスを展開しております。で、ジ m o p e b o b o はもっと面白くできるという、えっと、キーワードを企業理念として、えっと、 我々が提供するサービスを使ってくださるユーザーさんであったりあとは社内の人間たちもスタッフももっと面白くできるのではないかと毎日日々仕事をエンハンスして暮らすっていうようなことを皆心に持って仕事をしていますで私たちの最近のチャレンジがいくつかありまして一つはインフラストラクチャーズコードということで今弊社オープンスタックを 社内のオンプレから仮想 VM の上に移行しようとしています。で、FOG というライブラリが使ったことある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、FOG は OpenStack をいろいろ制御できるんですけれども、結構ですね、あまり僕らが嬉しくない依存ライブラリがすごいたくさん入る。サクラクラウドのライブラリも入る。で、例えば、サクラさんは別に悪意はないんですけれども、その OpenStack を使いたいのに、まあ、その他社の アイアースのライブラリが入るとちょっとなんかファット感が出て嬉しくないのでオープンスタックだけに特化した Ruby っぽいコードを書ける y オク o ウドという y オ o というライブラリを作って先生成先生とみんなで作ってオープンスタックをいろいろ動かしたりしていますあとちょっと本人が昨日ですねちょっと病欠で Ruby 会議をキャンセルしてしまったんですけれども松本亮介さん松本というものがここにあるような mruby をですね、あの積極的にいろんなウェブサーバーであるとか、コマンドラインツールにどんどんぶち込んで、その mruby でミドルウェアの動きを制御できるようなソフトウェアを開発しています。で、それをサービスに突っ込んで、わ私たちがこうやりたいことを実現して、ユーザーに価値を提供するというようなことを積極的に推進しています。あとは、まあ、日々のこう、 あんまり面白くないようなタスクであるとかこうあんまり手作業っていうのをとにかくやりたくないので、まあ、ここにあるような形でこれは社員スタッフの同僚なんですけれどもここにあるようなライブラリを積極的に業務中も開発してそれを使ってみんなで楽をしていいソフトウェアを作っていいサービスを作ろうと毎日邁進しておりますでじゃあお前は何をやってんだっていうことなんですけれどもここのスライドに まあ僕の名前はあんまりなくて、僕が何をやってるかっていうと、ここにあるようなソフトウェアの開発をだいたい昼間にやっている。やっています。で、まあ、Ruby であるとか、Rake であるとか、r u b y j a m s とか、Rdoc とか、p s y c とか、RubyBuild とか、あと、RailsGirls の会計係をやっておりまして、お金のことはまあ僕がやって、あの、オーガナイザーの皆さんはイベントを開催してもらうということを手助けしたりしています。あと、 まあこの辺の、まあ、よく皆さんが見ると思われるサイトの、えー、とインフラストラクチャーの面倒を見たりしています。で、あそうあの、業務連絡があるんですよ。で、Ruby ビルドを使って Ruby の2.3がビルドできないという問題がちらほらあって、その原因がですね、あの昨日 ハンブルの発表ささされれたた鈴木んんによって解明されたんですよ RBM 部のシステムをグローバルにしている人は2.3をビルドできないので、えっと、もしシステムを使ってビルドできない人はシステム以外の Ruby をまず入れてからそれをグローバルに指定すると2.3をビルドできる。<laughs> まあ何言ってるか分かんないと思うんですけど <laughs> あのこの現象にはまってる人は分かると思うんでそれを試してください <laughs> ただいま修正中 <laughs> でまあ僕は Ruby でどんくらいこうやってるかっていうとですねまあトップの人はまあいいんですよトップの人はまあいいよくてでまあ笹田さんがいて僕がいてこう西山さんがいてみたいな感じで結構頑張っている消すコードの方が多いですね相変わらず でまあ、こんくらい Ruby にはいろいろ頑張ってるぞっていう人です。はい。じゃあ、どんどんいきましょう。で、今日の本題です。ね、結構、オープンソースコントリビュートしたいよとか、なんかやりたいなみたいな、こう、熱意を持ってる人はいらっしゃいると思うんですけれども、まあ、そういう人たちにこうよくある話がですね、こう、OSS の貢献は簡単だよってドキュメントやドキュメント書いてパッチ送ればいいんだよみたいなことをよく言う人がいるんですけど、まあ、それはなんか、僕はあんまり。 まあ大体そういうのって無理でなぜかというとですね、まあ、Ruby のドキュメンテーションを書くためには Ruby の真の振る舞いを知ってなくてはいけなくてで、まあ、それは松本さんしか知らないんですよでなのでドキュメントにこうこう,こうこういうこのメソッドはこういう動きをするんだというパッチを書いてもですねそれが本当に合ってるかどうかがわからないんですよわからないしあと英語は大体難しい であとドキュメントは書いててもあまり面白くないだなぜからあれ読むのは楽しいけど書くのはあんまり楽しくないからでなので、まあ、ドキュメンテーションっていうのはこういった理由もあって、まあ、とてもそのドキュメンテーションする人はすごい偉いしドキュメンテーションした結果の成果物はあのすごい価値のあるものなんですねだけどそれを実際にじゃあ自分がやるかっていうととても大変難しい。 じゃあ何が割とこう僕が思うにオープンソースの貢献、なんかなんかやりたいって思った時にやりやすいかというとですね、まあそれはテストを実行するとか、とにかく Ruby を動かすことだと思うんですよ。で、Ruby は、まあそのテストのフレームワークは結構いっぱいある。いっぱいあるし、とりあえず Rails New とか、 バンドルジェムコマンドを実行するとテストフォルダが出来上がってテストを実行するためのタスクランナーが自動生成されるだからレイクテストってただけば勝手にテストが動くで最近だとバンドラーとか、まあ、ドッカーみたいなそういう環境をカプセル化してその自分の動かしているマシンとは独立したきれいな環境でテストを実行するということも割と容易になってきている。 でもしテストをとりあえずなんかレイクデストってなんか面白そうなライブラリとかソフトウェアがあってそれを実行してなんか落ちたってなった時にはまあとりあえずテストを実行したら落ちたんだけどっていうふうにチケットを投稿するとですね大体それはあのここでは r u b y c o m i って書いてますけど OSS の作者にとっては大体が有益な情報になると僕は思いますで、まあ、テスト落ちなくてもこうテストのこうコードを見てですねまあちょっとこのクラス全然テストしてないじゃんと いうのもすぐ、まあ、皆さん Ruby のコードは読めると思うんでそれもすぐ分かるなのでその時はまあとりあえず多分クラスを読んでなんか単純なインスタンスメソッドを実行してエクスペクテーションアクチュアルを書いたようなテストを投げると多分僕がの想像だと送られた側はすぐマージすると思うテス,テストを勝手に書いてくれるのはとても楽だからで、まあ、じゃあちょっとここで僕が そのコードを読むときに、まあ、どういうことをやるかっていうことを説明するんですけれどもだいたい僕はその昼間も Ruby のトランクを使って、まあ、いろんなライブラリを実行してそのライブラリが2.3で落ちたらこうどあのライブラリが悪いのか Ruby が悪いのかを、まあ、パパッと見つけて Ruby が壊してたら こうレビューを壊した人に直せとこう言ったりすることが多いんですけれども大体 GitHub からこうクローンして TravisYaml が大体のファイルに入っているんで TravisYaml の中を見てそこの BeforeScript とスクリプトに書いてあるコードを実行するとで大体のコードはこの2つをやるとテストを実行できることが大半できないのもあるけどその時きはまあ頑張ると。 でまあ、そ,そんな感じで、まあ、皆さんが例えば GEM、まあ、はいい、GEM はそういうふうにやれば大体テスト実行できるしどういうふうにコードが動くんだなっていうのは想像つくと思うんですけど Ruby 本体の,こう C, の C で作られているのコードをあ Ruby 言語のコードをじゃテスト実行してみようと思ってこう Git クローンして t r a v i s g a m l の中身を見るわけですよ。 そうすると、こんなことがバーって出てきて、まあ、わかんないわけです。僕もわかんない。なんでこれがやって、これが必要なのかもよくわからない。で、まあ、そっとじて、まあ、やっぱ Ruby は難しいなと思って、こう、そっとじて仕事に戻るわけですよ。<laughs> こうやっぱ、ジェムとか Rails の方が簡単だなみたいな気持ちになって。で、まあ、ちょっと待ってっていう感じで、で、じゃあ Ruby のランゲージをテストするにはどうすればいいかということを、 まあ簡潔に書くと、このコマンド6個なんですね。で、はい。<laughs> で、CD を Ruby して、r ルビディレクトリに CD して、まあオートコンフはまあコンフィギュアを生成するんですね。で、コンフィギュアを生成して、でリセーブルインストールドックは、 まあ、なんていうかこう、ドキュメント生成が結構時間かかるんですね、テスト前の,の Ruby のインタープリターをビルドする際に。なので、ここはちょっと邪悪な手を使って、ディセーブルで、デセーブルしてしまう。で、あとはメイクで、まあ、J で並列にコンパイルして、で最後にメイクチェックというのを実行するんですよ、テストじゃなくて。で、まあ、チェックを実行すると、まあ、口述しますけど、テストを全部実行する。 まあこれを実行すると大体皆さんのお手元のラップトップで Ruby ランゲージのテストを実行できる。でテストの結果はこういう感じのまあなんかこれを見てもパッと見よよく分かんないなって感じなんですけど、まあ、こういう感じでガーってテストが動き出します。でじゃあ具体的に一個一個何をやってんのかっていうのが結構複雑で僕も これを調べながら探していろいろなものを見つけて直したりもしたんですけどまずメイクファイルじゃなくてこのコモン MK というファイルを読むまずここから罠なんですよメイクファイルじゃなくてこのコモン MK を読むでそうするとこういうなんかいろんなテストっぽいタスクが非常にいっぱい並んでてこう頑張ろうっていう感じででメイクテストとりあえず普通にメイクテストというものを読みますでメイクテストは 何をやってるかっていうとこのテストサンプルと B テスト Ruby とテストノンバグという3つのタスクを実行していることが分かりますでもしお手元に Ruby のコードがある方は見てみるといいと思うんですけどでテストサンプルは何かというとですねこれはサンプルフォルダのテスト Ruby を実行してるんですよもう何だってみたいな感じででなぜかというと Ruby にはテストディレクトリがあってテストフォルダの下にテストがあるはずなのになぜかメイクテスト を実行するとサンプルルフォルダの下にあるテストファこういうことでちょっと数名こうにヒアリングをするとですねこの事情を知ってそうな方にでそうするとなんか松本さんが入れたらしいでそれ以降なんかこれはそういうもんだからなんか触ってはいけないとかこう動かしてはいけないみたいな。 なんかそういう感じらしいみたいな、全部らしいで、よくわからない。<laughs> なので、まあ、2.3のリリースが終わったあとにでもしれっとずらそうかなと、個人的に思ってます。で、まあ、BtestRuby っていうのがあります。で、これはちょっと後で説明しますね。で、あとテストノンバグっていうのもあって、これは何か、これはソースコードのトップディレクトにあるノーンバグ srb っていうファイルを実行するんですよ。で これはまあノンバグスなんでこれはバグですよっていうことがまあ分かりきっているテストケースとかを追加するで時々なんか数名の Ruby コミッターはここにそのメモ帳のようにこう投稿するらしいで僕がこのスライド作った時は空っぽだったんでこの空っぽなファイルとか何なんですかねって書いたんですけど1週間ぐらい前に中田さんがそこに何かしれっと追加して,追加していた。 なんかよくわかんないですねで。で、サンプルテストは何をやってるかっていうと、こういう感じですね。これ、本当に Ruby でテストを実行したときに、これが一番最初に呼ばれるんで、ここから Ruby の,のテストの長いこう旅が始まります。で、これ何をやってるかっていうと、まあ、A に2 l をアサインしたら、A に2 l が入ってるみたいなレベルの代入であるとか、その、 いわゆるルビーのほ本当シンタックス的な部分とかその言語仕様的なものをこのレベルからガーッとこうこのファイル確か結構1000行ぐらいあったような気もするんですけどこうガーッと実行していきますでその後に b テスト t r u b y というものが起動します で、B テストっていうのは、ブートストラップテストの略なんですけど、で、これは Ruby のソースコードのブートストラップテストフォルダーの配下に入っている、まあ、こういう、なんていうんですかね。まあ、たい皆さんが見たことあるようなクラス名もありつつ、これはなんかクラスじゃなくて機能じゃんみたいなやつとか、こう。 これはフリップフロップかなみたいなやつとかいろんなファイルいろんなテストケースが入っていますでこれはその最初のサンプルすらテスト Ruby のテストが通った後とにもうちょっと Ruby の高機能な部分のテストをするファイル群が入っているようですで そのブートスラップテストの場合は Ruby をが直接実行するのではなくてこのランナー r r b と呼ばれるものを経由して実行されます。で、RunnerRB には何があるかっていうと、いわゆるテストフレームワークでいうアサートイコールみたいなやつらがいっぱい書いてある。ので、まあ、これがちょっとしたテストフレームワーク,フレームワークっぽく動くで。あとはガーッてこの辺が動きます。で先ほどあとは AKR さんにちらっと聞いたら、 このブートスラップテストはそのターゲットの Ruby をあの入れ替えることができるとのことでそれ何のためにやるかっていうと Ruby をなんかいっぱい壊す人たちが Ruby の機能を変えて Ruby を壊す人たちがちょっと機能を壊した Ruby でこのファイルのテストが実行できるかっていうことをた試すためにこういうものがあるというお話でした。 で、まあ、笹田さんとかあ、ちょっと戻るんですけど、笹田さんになんかこのファイルなんですかねって話を聞いたら、昔話で、なんか y a l の目標はこのファイルを実行することだみたいな話があって、まあ、なんていうんですかね、サンプルフォルダの下にあるんだけれども、Ruby の歴史にはこう、なんかすごい思い出深いファイルとのことでした。で、 ブートスラップテストの中身をちょっと見るんですけど、まあ、こういう感じで先ほどのサンプルすらテストよりはちょっとなんかモジュールがあったりとかこうネストしたようなやつらがあったりとかなんかいろいろちょっと詳しいか詳しいというか Ruby っぽいコードがたくさん出てきてますねで次にテスメイクテストの、まあ、3兄弟があってで次にメイクテストオールっていうやつがありますこれは結構 頻繁に僕とかは返するときに動かすんですけれども、これはテストフォルダの下にあるやつを動かしあのテストとして実行するタスクです。でこれはいわ,ゆるいわゆるアプリケーションのテスト Ruby、Ruby のアプリケーション、ライブラリのテストですかね、Ruby に標準テップしているライブラリのテストです。 でそれは何かというと、まあ、ここに例で挙げたんですけどウェーブリックとかローガーのような標準添付のライブラリを実行し,実行します。でこれはこれはまたですねテストっていう環境変数に何かを入れると挙動が変わるんですよ。でメイクテストオールテストロガーってやるとテストの配下のロガーフォルダーロガーのテストを実行する。 で、メイクテストオールに -j4 とかやると 4, 4並列にテストを実行するこれめちゃめちゃ有益な情報なんですよこれルビーコみたいになってからすごい知らなくていつもこう並列実行とかしないでずーっと 1, あの1つの並列度で実行しててで テストにこういうパラメータを与えるとこういう機能があるよっていうのをこっそり教えてもらってな,なんだってみたいな感じでこう最初に教えてくれよと思うんですけどプロセスあプロセスそのことでした作者から訂正がありましたで、まあ、Ruby コミットはこういうの教えてくれないんですよ <laughs> コミットなった後でに別になんか何にも手続きとかなくてあとコミット権つけたんでよろみたいな感じで <laughs> <laughs> で あ書いてくれるところですで、まあ、テストホルダーの下は、えー、と皆さんがよく目にしているようないわゆるテストコードなんですね。でちょテストユニットで書かれていてでこういう感じに、まあ、リテラルがこういうのあったらこういうのを変えることとかあれイの加算はこういう感じで起動することっていうような、まあ、この辺だとそうだねっていう感じのテストになると思います。まあ、先頭でフレーームワククをリクワイアして って感じで,す、ね、でテストから始まるメソッドが実行される。でここがこのテストフォルダの下に -ext エクステンションっていうフォルダがあってでこれも何,何なのっていうのが分からなくて資料を作るときにいろんな人にヒアリングしたんですけれどもこれはですねちょっと複雑なんですけど ext すら -test っていうフォルダの中に こういう感じに、まあ、C API を呼び出すようなこう C ファイルを用意しますと。で、それを呼び出すために、えっ、ー、と、これ、あ、ちょっとこれキャットつけ忘れたんですけど、これはテスト -ext array 予報っていうのがこのファイルで、でそっちからこの -test テ r ト a y r e s i みたいなやつをリクエア,アすると、ここで書いた C API のそのモジュールに対してテストが実行できるっていう感じの えーと仕組みになっていてまあ、拡張のその C の口が壊れ,壊れてるとか壊れてないとかなんか非互換なものが入ったみたいなやつとかがこれでわかるようになっていますなんか非常に分かりにくいですねフォルダ構造がでこの辺はあちょっと説明し忘れたんですけどここのテストルビーっていうのはルビーの組み込みクラスのテストがガーって入ってるやつですで そのソースではなくてテストロガーみたいなやつとかはこんな感じでいわゆるあの皆さんがよく目にするようなロガー入手してどうなるのみたいな使い方がここに書いてあるって感じですねでテストオールはここまでで次にテストメイクチェックっていうのがありますこれは大体、えっと、いい全部を実行するやつですでビルドして でテストいうのは省略しますけどであとテストテストフレームワークとテストオールモストってやつを実行しますでテストテストフレームワークっていうのはえっと今日の朝の須藤さんの発表を皆さん聞いておられると思うんですけれども Ruby、えっと、が独自に持っている Ruby の中にあるテストを実行するためのテストフレームワークをテストする何を言ってるか分かんないですね <laughs> で例えばここでその並列実行できるかどうかとかそのフォークしてなんか独自に便利な機能を追加したやつらがちゃんと動いているのっていうのをテストしてからそのテストフレームワークを使って標準テンプライバリーのテストを実行している一応これはあの論理的に整合性が取れているでまあここでは まあテストユニットがミニテストをまあ分離しましたよって話があって、これちょっとかぶっちゃうんですけど、何ですかね、須藤さんの発表資料がどういうふうな内容になっているかというのが分からなかったので、エスパーで被らないように書いたんですけれども、えっと、そうですね、ここは説明した、朝説明があったと思うんですけど、その通りでまあフォークしましたよと。で まあ最初はテストオールって、そのテストフレームワークと、その普通の ST ライブラリのテストを、まあ普通に実行してたんですね。まあ特に順序関係はなく、バーっと。でもそれって、 なんですかねテストフレームワークが壊れていた状態でそのフレームワークを使って標準添付ライブラリのテストを実行してそのテストは意味のあるものなのかっていう疑問が僕の中でちょっと湧いてきてやっぱそれは最初にフレームワークのテストを実行してからした方がいいんじゃないかって感じで分離して、まあ、最初は分離しただけであまりこう依存関係がちょっとぐちゃっとしてたのを中田さんがいい感じに直してくれたっていうのが経緯になります。 で今はこのテストフレームワークとテストオールモストってやつが分割されていてチェックをやるとこれがちゃんとその整合性が取れた状態でガーッと実行される。でテストイニットとミニテストについてちょっと触れときたいんですけれどもまあ朝の須藤さんの発表になかった話なんですね。話をすると、えっと いくつかの標準テンプライブラリはミニテストを直接使ってるんですよ。でそれ以外のライブラリはテストユニット、要するにミニテストの上にかぶせたテストユニットと呼ばれるテストスラユニットですか、朝の話だと。でそれを実行している。で僕がガーッと調べたら、この3つのライブラリがライブラリのテストでミニテストを使っていた。でこのネット SMTP はミニテストを使う理由がないので、 僕が数日前にテストユニットに書き換えたんですけど特に問題はなく動いていてでなんで RubyGems と RDOC は直接ミニテストを呼び出してるかというとこの実は標準添プライブラリのうちのこの僕どっちもメンテナやってますけど RubyGems と RDOC ってアップストリームは別にあるんですよだからそのアップストリームで開発されているものを Ruby はそれを持ってきてポートしてマージしているっていうのが OSS 的な体になっている。 なのでそのこっちがミニテストを使って開発しているから、まあ、そ,れが直接それを直接そのまま取り込んだら、まあ、楽,楽というか,その何ですか、ね、直接取り込むのが、まあ、楽ですねでそれを例えばテストユニットに Ruby 本体側でもし書き換えてたとしたらそのポートするたびにテストファイルも全部書き直さなくてはいけなくてそれは非常に手間で今のところ僕が RubyGems とか RDOC のマージをやってるんですけれども いろいろテストフレームワークとかの整備をちょっといろいろ頑張った効果もあってこういう非常に雑なですねクローンして今あるものを消してコピーしますとっていうような処理をするだけで整合性が取れた状態で Ruby の最新版に RubyGems のアップストリームをポートできるという状態になっていますで結構やっぱ大変なのは Ruby と RubyGems のこう両方が依存した状態で両方その Ruby のトランクにある RubyGems は動かないといけないし、まあ、Ruby 本体の方でなんか直して RubyGems を直してそのアップストリームに戻したパッチもそれ RubyGems 側で動かなくてはいけないという制限がありますでその制限で一番とにかくつらいのはこれで RubyGems は今でも Ruby1.8 をサポートしてるんですよこれはつらい非常につらいで d e a r b r i n が一生懸命 メンテナンスしてくれてるんですけど例えば中田さんがこういうコードを突っ込むわけですよ Ruby の本体の方に。でまあこれはあの添付ファイルリークを直すっていう修正でまあ当然その通りではあるんですけれどもそのなんとびっくり添付ファイルクローズエクスクラメーションは Ruby1.8 にはない。<laughs> <laughs> <laughs> ないのでこれはその Ruby 本体で直したコードをバックそのアップストリームに戻したら、まあ、テストが壊れたっていうやつなので。 まあファイルリークは RubyGems 側ではし続けるけれどもそのクローズエクスクラーメーションがあるときだけ実行するというような直し方をしていてこれは RDOC と RubyGems の方にいっぱいこういうコードがあるんで RubyGems のメンテナーたちもまあすごい頑張ってるなっていう感じですね。で、えっと。 テスユニットのフォークしたバージョンがどういう感じかっていうやつで、まあ、朝の須藤さんのお話だと、まあ、こういう便利な機能があるよっていう話だったんですけど、まあ、具体的にはこの辺のファイルを見ると何ていうんですかね Ruby コミッターの非容器みたいなやつがいっぱい入ってると思うんでこれエンブっていうやばいんですよ。<laughs> これはやばい これはですね、結構 Ruby コミッターの中でも、まあ、MVUtil みたいなテストユニットのフォーク版のライブラリ群の中でもやばさがなんかエクストリームな感じのファイルになっているので興味のある方は見てみるといいと思います。MVUtil はそうです、ね、もうこれだけでちょっとしたテストフレームワークじゃないかという感じがしますね。 はい、あで、RubySpec、えー、にもちょっと Ruby のテストをする上ではちょっと触れようと思います。RubySpec って何ですかっていうと、まあこういう感じの説明があってで今年、去年の12月31日に終わった、終わったやつですね。まあその CRuby のコミッーは CRuby の皆さんは RubySpec 使ってくれないからもうやめたっていう。まあ、ちょ まあそれについてはノーコメントですけどでただちょっとここで皆さんにお伝えしたいのは r u b y スペックはスペシフィケーションではないんですよ。えっと、少なくても作ってる我々 r u b y コミッターは r u b y スペックのに書いてある挙動をスペックとは思っていないというのがあるので r u b y スペックに書いてあるものが仕様であるということはそう思わないでください。 あくまでもそのアクチュアリセット Ruby の現実の振る舞いをテストコードとして落としたものに過ぎなくてその実際の仕様はやっぱり松本さんがまあディレクションをしながら皆さんのまあいろんな意見であるとかそのまあ僕らが書いたコードをもとに存在するものなので、まあ、仕様は皆さんの心の中にあるという感じなのでこの r u b y スペックのものがその仕様ではない。でこれは どうやって実行するかというと RubySpec は普通に RubyRubySpec クをクローンすると皆さんの2.272.2ので実行できます2.2用の RubySpec は実行するんですけど、まあ、Ruby の言語をテストする場合はこの MakeUpdateRubySpec という便利なタスクがナルスさんによって追加されたんでこれこの UpdateRubySpec ってやると Ruby の フォルダの中にガーッとこう r u b y スペックが展開されてテスト r u b y スペックってやると今手元のソースコードフォルダの中で生成されている r u b y バイナリーがこの r u b y スペックをガーッと実行します r u b y スペックはこういうようなテストコードになっていて、まあ、古き良き RSpec の主導シンタックスを使われているこういうテストファイルですね結構このえっ、ー、と下この itBehaviorLike のあのえっ、ー、と何だっけこれ シェアドエグザンプル。シェアドエクザンプルを結構対応して書かれていますね。r u b y スペックは。ちょっとそこが僕は読みにくいんですけど。まあこういう感じで r スペック好きな人はこの辺をガーっと読めばいいと思います。で、r u b y スペックは、えっ、ー、と、生きてます。一回出せた。えっ、ー、と、まあナルスさんと、あと、 ルビープライズのファイナルノミネートになったエレゴンと、まあ、僕はリポジトリの調整とかしたわけですけどこの Ruby すら RubySpec というもので生き返って今も元気に動いてます。で、えっとまあ、r スペックの方がとっつきやすいのかちょっとパッチを送るのが簡単だからか分かんないんですけど2.3の本体でガンガン突っ込まれた新機能が。 皆さんの手によって新しくその r u b y スペックに追加されてい,るいます。で、まあ、j r u b y オーサーのチャールズとかはここあの r u b y スペックのフォルダを2.3で検索すると CRuby の新機能が分かって超便利というふうに言ってました。<laughs> 便利ですね。はい。 でちょっと時間なくなって刺さっていきますけど RubyCI というものを我々は持ってます。でこれはそのこの RubyCI という Rails アプリケーションと CheckBuild っていう田中さんが作られた Ruby をガーッと実行してテストを実行するラッパーっていうのがあってでこれが RubyCIORG の全、まあ、画面なんですけれども、まあ、ここにあるように例えばこの辺がソラリスかなちょっと遠目で見えないんですけどソラリスとか、まあ、後藤さんが発表されたソラリスとか まあ,あとアーチとかアマゾンとかジェーンツーとか僕が結構 IaaS で手に入るものはバンバン追加してるんで結構そうですねアーチとかは GCC の最新版とかがあってちょっとそれに潜らなかったら壊れたりあとデビアンのストレッチですか次は。 テスティングとかでオープン s s l のメソッドがなくなって落ちたみたいなやつがこう即座にディストリビューションの増高と同時に変更が分かるんでそれに伴って Ruby をバンバン直すという形でそのまあリリースサイクルが今1年おきにバンリリースするようになってますけれどもこの RubyCI が結構強固なおかげで,そのですかねインクルメンタルにリリースすることが可能になっています RubyCI にはまあマシンを追加することもできて、まあ 皆さんのお手元であのラップトップでもこれ実行すると同じようなことがガーッと実行できます多分2時間とかくらいかなおそらく90分くらいかかると思いますけどでこういうのがあると僕とか Ruby コミッターはすごく嬉しいマイナーなやつですね i ア s で手に入るようなやつは僕がバンバン追加するんであんまりそういうので手に入らないやつ例えばインテルシーコンパイラとかあとウィンドウズ環境とかアームマシンとかがあるとよくてで、まあ、後藤さんの,あの本日今日ここで発表された後藤さんがこう違うプラマイナーなプラットフォームで実行すると思われバグが見つかることがあるっていう話そのもので、まあ、結構思われバグが見つかったりするかもしれない。 まあこういうさマシンあっ,たあったり提供したいっていう方は連絡をください。でここはババッと省略してきますけど。 まあこういういのがあるんで資料公開してるんでまあ見ておいてください。メイクランってコマンドがあって、これソースコード直下にあるテスト RB っていうファイルを実行するだけみたいな、これ何なんだろうっていうやつとか、あとメイクバイセクトがあって、これは Git バイセクトのラッパーでまあ便利なんですけど、これテスト RB しか起動できないじゃんみたいなやつとかあって、ちょっと面白いですね。あとテストカバレージってやつ僕が追加して、テストコードのカバレージをこうやって見れたら便利かなと思って追加したんですけど、これがですね テストオールで乾燥しないんですよでカバレージのカバレージをやろうとするとバグるみたいな <laughs> まあみたいなやつがあったりしますで、まあ、まとめですねはいじゃあ えとまあ、テストディレクトリーをちょっと深掘りしていってテストが今どういうふうになってんの実行されてんの支えられてんのって話をしたで、まあ、僕こういうことちょっとやりたいなと思ってて例えば JRuby とそのもうちょっと親和性の高い MRI のテストを用意したりとか、まあ、カバレージ上げたいとか、まあ、RubySpec と Ruby のテストで何かかぶってんの多いからどっちかのコードを削るとかまあなんかこういうことやりたいで、まあ、Ruby のテストのまとめですけどこうやるとテストが実行できるこうやると カバレージ言われるとバグるけどロガーとかはちゃんと出るんであのテストないコードが分かるでまあコード書いてこういうところにプロリクエたト出したりパッチをメールに添付して1分投げると僕がバンバンマージするのでぜひ皆さんもテストを Ruby ランゲージのテストをやっていただけたらなと思います終わりです